はい、今日は8月27日、あと5分で午前8時ですね。久しぶりに高所に登ってきました。わかりますか？これもイノシシですよ。だいたいこの辺まで、この辺までこうあったんですよね。はい、ギリギリになってます、軽トラ。この辺で、ある程度草刈りしてますけど、それから先は全然してないんで、ちょっと今からちょっと そんなに生えてたら、ちょっと軽トラも道幅もよく見えないし通れないんで、ちょっとそれから先を今から草刈りしようと思ってます。今日何で来たかって言ったら、竹取りですね。あら、結構また竹生えてきたかな。だいぶ登ってきてなかったら、そうですね。まあ、まあしょうがない。はい、そういうことでちょっと登ってきてみました。8時35分ですね。一応終わりましたけど、竹は取れそうにもないですね。もう次の竹が生えてきてて、切り倒したままにしてたんで、おそらく出せないでしょう、ああいう感じが。まあ、次の方法をちょっと考える必要がありますね。ちょっと風がまた出てきました。台風8号の影響でしょうかね。昨日は結構、昨日の夜か、今朝まで結構風強かったんですね。一旦収まってたんですけど、はい、こんな感じですね。で、そこのちょっと小さい竹が生えてるでしょ。あそこが一旦切ってしまった、竹を切ってしまったところですもんね。また生えてきたんで、でそこは今年の冬から、今年の冬ですね、12月から2月までのうちに、1メーターばかり、下から1メーターばかりで切ってしまおうかなと思ってます。はい、それを 2,3 年続けると枯れてしまうというようなことがちょっと YouTube に出てたんで、本当にそうなるのかどうかやってみなきゃ分かりませんので、はい、で、どっちにしてもそこの田んぼも、田んぼというかもう元の田んぼですね、そこも草を刈ってやらないと、もう向こうにも行けないような感じです。でもうしょうがないので、とりあえずここまでしといて、あとは11月から12月にまた草刈りをすると、年に1回の草刈りをすると。それまでちょっともう放置しとこうかなと思ってます。で、ここがだいぶ下がってるんですよね、水を通すために。で、前ここにパイプか U 字工を埋めさせてもらえないかというようなこと言ってたんですけど、こっちの田んぼを作ってる人がそういうのはダメだというようなことを言ってたんで、ちょっとそのまましてたんですけど、もうこういう状況だから、とりあえずそっち側からですね、少しずつ道作りをしていこうかなと思ってます。はい、綺麗にですね、毎年こんなに草刈りしなくていいようにユンボを持ってきてですね、はい、少しずつ、はい、前言ってたように、おそらくこっちもまただいぶイノシシかやられてるはずですもんね。草を切ってみなきゃ分かりませんけど、そういうのも含めてきっちりきれいに出して、なるべく手間がかからずに軽トラをこの辺、まあ、そっちもその入り口ぐらいまで行けるように
しようかなと思ってます。はい、作業しやすいようですね。